キサイティングが欲しい。緊張はいらない。夢中が欲しい。リスクはいらない。未知数が欲しい。競争はいらない。共有が欲しい。賞賛はいらない。解放が欲しい。自由自在ってこういうことか。ライドエンターテインメント始まる。 BRZ自然体の自分でいられる。心も体も満ち足りる。ニューラグジュアリー。それはよりよく生きるための選択。新型レガシーアウトバック誕生。安心と楽しさをスバル。家族と旅をする。この森を守る。この子と海辺で暮らす。人を助ける。10位になる。スバルはあなたが輝く未来を守り抜く。2030年死亡交通事故ゼロへ。スバルが乗せるその命はこの世に一つしかないのだから。一つの命、一台のスバル。まずやはりエンジンが一番大きいと思うんですけども、 2.4 リッター化されたことによって走りを楽しめるというところが一番大きくなりました。乗りやすさでもかなり進化してると思うので、乗ってもらった人には全領域で感じてもらえると思いますね。シャーシの剛性なども上がってますし、ハンドリングが特に良くなったなっていうのがこの2台の共通点だと思います。本当にスバルさんとトヨタさんで味付けがまた違うというところも面白みだと思うので、コースインしてハンドルをシュッと切った瞬間にその違いは感じました。全然違うやん。8
チロクの方が少しピーキーな感覚でやんちゃなイメージです。全体的にちょっとそのシャーシというのかその足回りがちょっと硬いイメージがあって、まあ、ハイスピードコーナーとかしっかりしてるなっていうイメージがすごくあります。BRZ の方はトラクション方向がすごくしっかりついてくるんですよね。なのでセクター3とかもすごく安心してしっかり踏んでいけますし、自分の意思よりしっかりリアが頑張ってくれるっていうところは BRZ の良さだと思いますね。マイルドで、大人の走りを楽しめるようなイメージかなと。見た目もすごくかっこよくなってますし、すいません僕スバルユーザーなのでどうしても一つ言いたいのが、ここに何気に BRZ って入ってるんですよね。こういうちょっとおしゃれなところを皆さん気にしていただけると嬉しいなと思います。どっちを選べって言われたら、正直選べない部分はありますけど、お互いあの BRZ も86も違った楽しみ方があるんじゃないかと思います。楽しかったです、はい、またあの走りたいですし、86と BRZ 乗り比べてめちゃくちゃ楽しかったです、まあ、実際やっぱ乗ってもらって一般道でも楽しみながら感じていただきたいなと、自分たちのその心をこう踊らせてくれるような気持ちになるので、とても皆さんあの楽しめるんじゃないかなと思います。配信をご覧の皆さん、こんにちは。こんにちは。今日はここ群馬県太田市にございます株式会社スバル群馬製作所からの生配信ということになります。さて、何かしらも楽しい雰囲気が漂っておりますけれども、こちらでこれから行われるイベントなんですけれども、群馬県群馬東毛 e スポーツカップということで、群馬県東部地区東の地区ですね、群馬県の東の地区を東毛、東の家と書いて東毛と呼びます。その東毛地区では初めての大規模な e スポーツイベントということで行わせていただきます。華々しく今日が1回目ということになります。今回の大会ですが、群馬県東毛地区で活動する企業様ですとか、あるいは団体様によるそういうグランツーリスモの戦い、そして特別ゲストをお迎えしてのトークショーなどを予定してございます。どうぞ最後までご覧いただきたいと思います。本日の司会を務めますのは群馬テレビの吉田学と、就労継続支援 B 型事業所ワンゲーム太田実況解説 MC コース所属斉藤修でお送りいたします。よろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いします。はい、今日はあの新型コロナウイルス感染症対策を万全にして、有観客で、こちらスバル群馬製作所からお送りしてまいります。おおむね3時ぐらいまでの生配信となっておりますので、最後までご覧いただきたいと思います。いや、周さん、それにしてもね、感慨深いんじゃないですか。なんかずっとここまでね、
イベントの準備してきて今日を迎えて今感じはいかがですか？正直めちゃくちゃ緊張してて、今もう全然喋れなくて、もう声が震えちゃいそうです。手足も震えて。いやいや、なんか全然そんな感じもしないですけどね。でもまあ、はい、この日のためにメンバー全員で、メンバーで運営から機材アップデーション、さらにリハーサルと何度も何度も頑張ってきましたので、楽しみの方がいっぱい混ざっております。はい、なんか楽しさワクワクって感じが伝わってますけどね、はい、今ご覧いただいてますのは、ワンスポーツワンゲーム太田さんの、それぞれメンバーということで、シューさんのメンバー全員で本当運営とか機材の運オペとか、はい、それぞれ大変だったみたいですよね。はい、ワンゲームのチーム一丸となって、はい、それぞれのポジションを自分で頑張ったり、みんなでフォローし合ったりして頑張ってきました、はい、さらに冒頭の動画かっこいいのあったんですけど、はい、実はあちらもうちのメンバーが作成しました。はい、もうなんか始まるぞって感じがね、はい、ひしひしと伝わってきましたけども、かっこいい動画作ってくれました。ですよね。あの選手コースですとかイベントコースですとか、はい、また実況解説 MC コースとかいろんなコースに分かれて、それぞれワンゲームさんの活動を続いてるんですよね。はい、はい、そうなんです、はい、ぜひあのまた見学でもお願いします。はい、この活動の集大成となる今回のスポーツ e スポーツイベントということですので、そちらもぜひ注目いただきたいと思います。はい、さて、シューさん、一つ気になったんですけども、はい、あの今回なんでこの群馬 e スポーツカップ、東毛 e スポーツカップ開催されることになったんでしょうか？はい、実は群馬県は行政も e スポーツに積極的に取り組み、はい、民間企業に部ができるといった運動が町ぐるみで行われているんです。そうですね、はい、そこで e スポーツイベントを企画運営する我らが就労継続支援 B 型ワンゲームで会議の際に出た一言、うん、e スポーツイベントは前橋高崎ばっかじゃん、群馬県東毛地区で e スポーツイベントをやりたい。なるほど。その一言からこのイベントが始まりました。はい、さらに e スポーツのタイトルはいろんな種類がありますが、ワンゲーム太田は群馬県太田市にありますので、太田市といえばスバル、スバルといえば車、車といえばグランツーリスモといった具合にトントンと決まっていきました。トントンと。なるほど。太田市といえばスバル、スバルといえば車、車といえばグランツーリスモということでグランツーリスモになったということなんですね、はい、そして今回タイムリーだったのが、はい、またのスーパー GT、 あの BRZ GT300 に参戦しているスバルチームが初めてのチャンピオンになったと、はい、いうこともありまして、すごいですよね、これものすごいタイミングかなと思うんですよね。はい、これなんか未来永劫続いていく大会としていいきっかけになるのかなって、そんな感じがしておりますけどもね、はい、楽しみな大会なんですが、はい、楽しみです。本当関係者の皆さんがいろいろご尽力いただいたんですよね、はい、ご賛同いただいたおかげで、はい、企画段階からご協力いただいた株式会社スバル様、モータースポーツのチーム運営をされている株式会社ネクサス様をはじめ、後ほど改めて紹介させていただきますが、各スポンサー様、太田市大浦町の行政の皆様、そして選手の皆様のおかげで今回のイベントは開催することができました。この場をお借りして御礼申し上げます。ありがとうございます。ありがとうございます。そのシューさんの気持ちも込めてかもしれませんけど、白い T シャツもね、あの皆さんの本当協力してくださった、ね、スポンサーの皆様の思いも、はい、共に戦おうみたいな感じが、はい、一緒にもう全部で、みんなで戦おうと思います。伝わってますよね。本当自治体民間一体となって e スポーツでこの東毛地区をね盛り上げていきたいですよね。はい、そうです。はい、これから頑張りましょう。はい、頑張りましょう。はい、さてそれでは今日のイベント内容をここで簡単に紹介しましょう。東毛地区を代表する男たちによる熱い戦いということでまずは展開してまいります。そして企業対抗レースですが午後2時頃からの予定です。噂によりますと、シューさん、スバルチームはかなり気合い入っているというかガチの戦いで臨んでるみたいですけどね、はい、とてもすごい方々が登場して、はい、うん、もうその方々が登場するって聞いた時、はい、我らがメンバーコーチ陣も含め全員がもう緊張が走って、はい、ピシリと空気が凍りましたそれほどこう緊張感が高まったということなんで、はい、まあいい意味のね緊張感ということもあるんですけれども、はい、太田市民なら誰もが知っている、東毛地域なら誰もが知っているある方々がここに登場してくださるということでお楽しみいただきたいと思います。楽しみください、はい、
盛りだくさんのコンテンツでお送りしてまいりますので、はい、どうぞ最後までお楽しみいただきたいと思います。それでは群馬東毛 e スポーツカップ主催者を代表して大会を主催する群馬県 e スポーツ協会の理事浜川博成さんにご登場いただきましょう。浜川さんよろしくお願いします。どうぞ。はい、浜川さんご登場いただきましたが、この、はい、東毛 e スポーツカップ、はい、いよいよ幕開けとなりましたけど、今のいよいよですね、うん、もう夏頃からずっと企画を、考えてやっとここまで来れたのはすごい奇跡だなと思ってます。もう最後まで走り抜けるしかないですね。そうですね、もうこれを、1回目としてやって、もう2回3回ぜひやりたいので、皆さん どうですか何回も続けられるように、はい、みんなで頑張ります。ありがとうございます。ご参加の拍手もいただきました。それをできるように今回は頑張りたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。群馬県 e スポーツ協会理事の浜川さんに一言いただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあそれではしゅうさん、はい、参りましょう。では記念すべき第1回目群馬東毛 e スポーツカップ開催です。開催です。東毛 e スポーツカップ、それでは早速参りたいと思います。先ほどご紹介した特別ゲストをお迎えしてまいります。早速入場いただきましょう。まずは株式会社スバル荻野英二群馬製作所長様です。そして太田市長清水正義様、大浦町長金子正和様にもご登場いただきます。どうぞよろしくお願いいたします。どうぞ。はい、東毛地域を代表するお三方に登場いただきました。まずは私お隣のスバル群馬製作所長の荻野さんにお話伺います。あ、マイクスイッチ入っております。大丈夫です。ああ、はいはい、荻野さん、スバルでこういった e スポーツイベント、大規模な大会開かれるということで、改めて今のお気持ちというのはいかがでしょうか。そうですね、私の年代だとなかなか e スポーツって馴染めない分野なんですけども、はい、やっぱこう今回こういうのを開催するっていうのをお伺いして、やっぱ今後若者世代も含めて、はい、うちの会社の側もそうなんですけど、やっぱ伸びていく、伸ばしていかなきゃいけない領域なのかなと思いました、はい、そういう意味で今日こういう開催にたどり着けたっていうのは非常に良かったことだと私の側は思ってます、はい、ありがとうございます、はい、そしてお隣の太田市の清水市長、もういでたちもかなり気合が入っているようですけれども、もう e スポーツへのこの力の入れ具合がひしひしと伝わってまいりますが、今いかがでしょうか。3日前からなんですけどね、はい、今日は楽しみに来ました、はい、練習は調子が良かったです、はい、あ、事前にもう練習をしていただいて、練習してきたんですよ、はい、まあ80ですからねただ、これちょっとどう、はい、年齢が引っかかりますけどね、はい、まだ人生100年時代ですからね、まだまだ、はい、まだまだ、うん、ありがとうね、はい、とても楽しみにしています、はい、e スポーツの体験、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そしてお隣の、はい、大浦町長も e スポーツ、金子町長、金子町長も、はい、e スポーツの体験なんていうのは今までされたことあるんでしょうか。いや全くなくてですね、うん、今日初めてこの会場に来て、はい、この機種を見てですね、はいはい、あ、これはちょっと大変かなと、はい、印象はそんな感じでしたね、はい、印象というのはどうですか。 e スポーツの印象というのは、まあ、これは電子機器を使ってのということで、多くのゲームソフトがあるようですので、まあ、それぞれの立場でご利用いただく、はい、ということはよろしいんではないかというふうに思ってますね。それぞれの 3人の初めて触れるような e スポーツの世界、どんな風に見えるのかすごく期待しております。そうですね、
そして配信をご覧の皆さんも e スポーツって名前は聞いたことあるんだけど何だったっけな、群馬 e スポーツで何なんっていう方も多いかと思いますんで、ここで簡単に触れておきたいと思います。ご覧ください。 e スポーツとはエレクトロニックスポーツの略称です。電子機器を使って行う娯楽競技、スポーツ全般を指していまして、コンピューターゲーム、ビデオゲームを使ったスポーツ競技でございます。競技人口も非常に多くてですね、日本に馴染み深い野球は世界人口3500万人以上いますが、 e スポーツはそれを上回るおよそ1億人以上とも言われております。最近将来なりたい職業にこうランクインするなど注目度も高まっていまして、オリンピックそしてパラリンピックの競技化もあるのではということで関心が高い e スポーツでございます。その e スポーツのイベントをこれから行うということになります。はい、楽しみです。はい、ではこれより特別企画でございます。荻野群馬政策所長、そして清水市長、金子町長には e スポーツを体験していただこうと思っております。はい、今回体験していただく e スポーツタイトルは皆様にグランツーリスモスポーツを体験していただきます。はい、はい、ゲームといえばいわゆるコントローラーやキーボードマウス、そういったものがメジャーなんですが、今回は後ろにございます実車そっくりのハンドルとペダルを使って体験していただきます。はい、ぜひとも、うん、コントローラーとかキーボードマウス触ったことないって言ってもきっとこれは皆さん触ったことないと思うんで、ぜひとも体験してみてください。はい、練習もしたというね清水翔、いらっしゃったので、まず清水翔から意気込みをまず伺いましょうか。練習やりながらね、はい、これは負けられないなと思います。なるほど、若いもんには負けられない。はい、はい、なるほど、ひしひしとやる気がもうみなぎってますけども、はい、熱いですね。そのお隣金子町長の絶対負けないという清水翔の話でしたけど、いかがでしょうか。私も同じようにですね、はい、今日初めて触った機会ですけども、はいはい、絶対負けたくないですね。頑張ります。ビギナーズラックなんていうのありますからね、これ分かりませんよね、勝負のことですからね、体験ごとですから分かりません、これは。はい、沖野群馬政策所長もいかがでしょうか。私はですね、はい、オリンピックの精神で参加することに意義があるんだろうと思って、はい、花はお二人に持たせようかなそうですか。はい、でも実際にこうステアリングを握るとまた実際はまたどうなるかというところもね、沖野所長ありますけどね、自社の車を使いますからね、スバルの。はい、そのあたりも楽しみなんですけれども、はいはい、お話を伺ったところで、ではそれですかね。ではご準備のお三方お願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。じゃあマイクの方は回収させていただきます。皆さんすごい意気込みでしたね。はい、それぞれ熱い思いや、うん、皆さん頑張りますといった初めてなのでとか、はい、すごく楽しそうでした ね、 でしたね。清水市長は特にまた練習を積んできているというところなので、はいはい、そのあたりの成果が十分に発揮されるのではないかと、はい、e スポーツに初めて触れるので楽しんでいただきたいし、はいはい、それに車と同じようなものを使えるので、うん、ぜひとも e スポーツはどういうふうなものなのか楽しんでいただきたいです。はい、そうですね、はいはい、配信をご覧の皆様にも、この魅力存分に伝えてくれることかと思います。はい、さてここからはマイクをお譲りしまして、実況解説を担当される岩波雅史さんにマイクをお渡ししたいと思います。岩波さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。皆様こんにちは。本日の群馬東毛 e スポーツカップグランツーリスモ、実況解説を務めさせていただきます岩波雅史と申します。本日はよろしくお願いいたします。さあ、今回はですね、群馬県東毛地区を代表する、ご参加にはですね、このグランツーリスモスポーツを、体験していただきます。早速ですけれども、今回のそのレースのレギュレーションの方をご紹介してまいりましょう。さあ、今回のレースの舞台は、京都ドライビングパーク雅となります。全長が2キロに及ばないコースですけれども、非常にコンパクトで、実力が出るコースとなります。そして、今回使用する車種は、スバルということもありまして、スバルの BRZ のみが走ることができる BRZ 限定でのレースということになります。周回数は2周ですので、短期決戦、いかに早く勝負を仕掛けて、逃げ切るかといったところが、一つ勝負のポイントになろうかと思われます。さあ、先ほどインタビューといいますか意気込みの方をお聞きしてまいりましたけれども、なんかこう控えめな最初
感じなのかなと思ったら静かにこう闘志をメラメラと燃やしているような、なんかそんな印象を僕はここ実況席で座りながら感じましたけれども、さあ果たしてご参加方がどんなレースを見せてくださるのか非常に注目です。さあ各選手がもう、座席の方に着きまして、スタンバイ、練習走行ですかね、スタンバイをしております。さあスバル BRZ のみを使うということでマシンによる差が一切ない、まあ、ワンメイクレース形式になりますけれども、まあ、もう勝負を左右するのは自分の実力のみということになります。さあそれでは、準備が整ったようですので、早速ですが、決勝レースの方に参りたいと思います。群馬東毛 e スポーツカップ2021記念すべき第1回、さあ果たしてどんなレースになるのか、太田市清水市長、そして大浦町金子町長、そして株式会社スバル群馬製作所荻野所長のこの戦いに皆さんぜひご注目ください。さあ3台の BRZ がスターティンググリッドに並びました。まもなくスタートの瞬間が刻々と近づいてまいります。群馬東毛 e スポーツカップまもなくスタート。さあシグナルオールレッドからグリーンに変わりました。さあまずいいスタートを蹴り出していったのはこれは太田市の清水翔でしょうか。まずはフロントロースポールポジションからいいスタートを決めていきました。後ろの方ではスバル製作所のこれ荻野所長がちょっと控えめなスタートになりました。その後ろから大浦町の金子町長と続くこの3台の並びとなります。さあ2周のみで争われる短期決戦、さあまずもうこれ清水翔がいい、これいいペースで逃げています。さあ練習の成果が出ているか、おっとちょっとあっと挙動を乱してしまった。これでスピンアウト、後ろからはすぐに荻野所長が来ている。いやこれでかわしました。トップが早速入れ替わります。まだオープニングラップコースは半周といったところですが、ここで荻野所長が前に出ました。それに乗じて金子所長も前に出る。いやただヘアピンカーブで差しにかかる後ろから、いやこれオーバーテイク成功しましたでしょうか。後ろでバトルが勃発しているうちにこれは荻野所長が逃げる展開になりましたでしょうか。さあもう早くもファイナルラップ、ホームストレートへ帰ってきました。残された時間はもうわずかしかありません。さあファイナルラップコントロールラインを通過していきます。現在の順位は、株式会社スバル群馬製作所の荻野所長がトップを、これはもう逃げに測っています、逃げを測っています。3秒近い差を作っていきました。そして清水市長がその後ろを追うという展開、金子町長が3番手最後方から追っていく展開になっています。いやただこの差を見るとどうでしょうか、荻野所長が逃げ切るか。いやただ後ろから来ます青い BRZ、これは清水市長のマシンですね。さあ後ろもう3秒近くあった差がもうコンマ6秒にまで近づいてきた。さあヘアピンカーブ最後の仕掛けどころはここだが、ブレーキング競争はどうか、内側飛び込んでいった、ちょっと接触があったがどうか、並びかけて S 字最後の試験に入っていく。さあこのコーナー前で脱出した方がおそらく勝利を確実にするか。いやただ立ち上がりのスピードわからない。さあどっちだ、清水翔が前なのか、逃げ切るかコンマ7コンマ8わずかに開いた、勝負ありか。逃げ切った清水翔が勝利しました。2番手惜しくも敗れましたけども、荻野所長が2番手。ドッグファイト演じてみせました。さあということでわずか2周ではありましたけれども、最後ホームストレート上でのデッドヒートはちょっと僕も画面に食らいついてしまいましたけれども、見事その接戦を制しましたのは太田市市長の清水市長でございました。おめでとうございます。いやこんなに白熱したレースになるとはちょっと思いませんでしたけれども、ギリギリの戦い、最後1秒を切る戦いということになりました。さあ同じ車種を使った BRZ レースを見事制したのは太田市長、清水市長でした。さあそれでは、準備が整ったようですので、マイクを一旦お返しいたします。よろしくお願いいたします。はい、実況解説の岩波さんどうもありがとうございました。お疲れ様でございました。ありがとうございました。そして、3人の、e スポーツ体験グランツーリスモ体験終わりましたけれども、見事優勝は太田市の清水市長ということになりました。改めて大きな拍手をお送りください。お見事でした。
はい、レースのちょっとね、あのお話も伺ってまいりたいと思うんですが、まず体験してみて、このハンドルを握って出だし、清水翔いい立ち上がりでしたよね。はい、そう、はい、あのまま行っちゃおうかなと思ったんですけど、ね、はい、その後ちょっとスピンアウトという事態になりましたけども、どうでしたか。もうあれでクラッシュして、あ、これダメかなと思ったんですけどね、はい、立ち直りましたね、はい、そこからうまく盛り返しましたけど、どんな思いで。いや、隣で応援団が、あ、大丈夫大丈夫って、はい、言ってくれたんで、はい、大丈夫かなと思って、はい、そのだけです。さすがポジティブシンキングのね、締めでしょうという感じですけども、はい、そして金子町長も、あの、まあ、初めての体験ということで、まずいかがだったでしょうかね。まあ、安全運転で終始やってきましたので、はい、競争にはちょっと追いつかなかったですけど、はい、十分楽しませていただきました、はい、もう初めての体験ということでしたよね。あ、そうですね、はいはい、改めてどうでしたか、魅力というのは。そうですね、まあ、やってみて緊張感と同時に、はい、やはりあのこのスピード感を味わっていかなければというふうに思いましたので、うん、はい、やはり太田市長さん随分練習されたようですけどその練習の成果も、はい、やはり練習も必要かなという感じはしましたね、はい、でも、うん、金子町長でもお隣でスワンブルーもね応援してくれてましたし、はい、褒めてくれましたよ、安全運転第一で良かったですよ、はい、なるほどね、あの速度を守ってというところもありますけど、まあ、本当に体験としてはね、いい体験をしていただいたのかなと思いますけれども、あの群馬製作所の荻野所長、あのグランツーリスモスバル車がこうね、はいはい、3台しのぎを削るというところで、あの体験してみていかがだったでしょうか。面白かったですね、ある意味本当にあのなんだろう、若い世代に、よくゲームセンターでね、ああいうカーレースやったんですけれども、やっぱもうここまで来るとやっぱり e スポーツっていうか、うん、だんだんもうスポーツの領域の競技になってるのかなっていうのは感じました、はい、一旦は荻野所長のトップにね立ってましたけども、あのあたりこううまく逃げ切れればなっていうところもありましたかね。ね、やってみるとね、ゴルフと一緒で、いや、これは性格が出るんだなと思ってまして、はい、やっぱ、あ、清水市長は清水市長の性格なんだなと思いながら、はい、抜かれるなと思って、はい、あのやってました。なるほど、清水市長もあのそういったお話もゴルフにも通じるということもありましたが、あの清水市長は囲碁がご趣味で、ね、いろいろされてますけど、やっぱり囲碁と e スポーツなんていうところでもこうつながってくる部分あるんですかね。いや、 e スポーツはこれドライブやっただけの話ですから、はいはい、いや、囲碁も面白いですよ、はい、囲碁の方が面白いかな、まあ、でもこれからまたね e スポーツもまた盛り上がってますんで、はい、まあ、ぜひあの、はい、太田もですね取り入れて、うん、今ちょっと考えてたんですけど、反対が多いとできないんですけどね、うん、まあ、駅中にちょうどいいとこがあるんですよ、はい、スバルに勤める人があそこ来るんですけども、あそこで遊ばしちゃまずいけども、あそこに作ればいいかななんて今思ってるんですけど。あ、なるほどなるほど、また新しい拠点がまた太田で生まれるという可能性も秘めたお話だと思うんですけれども、あのこれからまた群馬クレインサンダーズ、この後ね、あの太田のアリーナで公式戦ありますけども、もう大きなアリーナもできますし、清水市長、あの大きなアリーナを使って e スポーツをやりたいななんていう人がおそらくいるかと思うんですけど、そのあたりはいかがでしょうかね。ね、あそこでは本当大きな大会が5000人入りますので、はい、大きな大会で大勢のお客さん集めて、はい、で太田アリーナ、新しいアリーナで、あの e スポーツの大会開いてもらえればいいかな、はい、ワンゲームよろしくお願いします、はい、ぜひその際はよろしくお願いします。大丈夫か、はい、ぜひあの大きな大会開けるようにしたいと思います、はいはい、ぜひともね、本当官民共同でこれからね e スポーツを盛り上げていきたいところですけども、3人の e スポーツプレイを見ていたら、先ほど全員楽しそうにしていたんで、うん、やはり e スポーツに年齢は関係ないんだなってとても嬉しく思いました。はい、そうですよね、本当にすごく皆さん嬉しそうに顔をほころばせていて、うんうん、嬉しかったです、うん、何歳でも楽しめるということもありますけども、金子町長そのあたりも、大浦町もね、あのかなり e スポーツが部も立ち上がって盛んと伺ってますけども、これからやっぱり町の活性化という観点からしても e スポーツってなかなか欠かせないコンテンツかなと思うんですけど、そのあたりいかがですか。そうですね、あの
私の町の職員が15名ほどクラブを作ってやってましてですね、ちょうど今月で設立してちょうど1年ですかね、はい、でそういうことで考えていくと、職員がですね本当にこの先端の e スポーツを通して、まあ大浦町という字はなかなか全国的に読めないところなので、まあ、大浦町の良さをこの e スポーツを通して発信をしていただけるとありがたい限りでもありますし、また先ほど県の方が発表されていましたけど、県の職員の方、それから太田市の職員の方、はい、そして私のところの職員がこういわゆるトリプル e スポーツ ではないですけれども、はい、中心となってこれからどんどん普及していくというようなこともあるようですので、うん、まあ、そういう点では官民共同といいますか、皆さんと一緒にいろんなソフトを通して、このスポーツを楽しむ、そういった機会は大事なことかなというふうに思ってますね、はい、また仕事の面でも先ほど申し上げましたけれども、集中しなくてはなりませんし、それから緊張感もありますからですね、はい、やはり体健康の面でも脳の活性化にもよろしいんじゃないでしょうかね、はい、確かにそういった面でもねプラスになることはあるかと思いますけれども、また地域の活性化という点でお話を伺いましたが、スバル群馬製作所の荻野所長、地元のこのスバル社のこの普及というか発展にもこう大きく寄与するのではないかという感じが私今体験を拝見してしたんですけども、そのあたりの受け止めというのはいかがでしょうか。そうですね、先ほど冒頭説明いただいたように GT の300クラス優勝して、はい、結構社内的にも盛り上がってるんですけど、まあ、こういう e スポーツを通じて今回 BRZ を使わせてもらってるんですけど、地域の方々にもやっぱスバルってこんな車も作ってこんな面白い車もあるんだよっていうのを分かっていただければなというふうに思います。もう一つ、私自身の、ね、個人的な意見もあるんですけど、やっぱ社会貢献っていう発想からいくと、今回イベントをやるにあたってこう準備をしていただいているのが、やっぱ障害者の方々も含めてたくさんの人に応援してもらってやらせてもらってるっていうのが1点と、今回参加のメンバーを見ると障害者の方々も一緒になってやっていけるっていうのも非常に大きな意味があるんだろうなというふうに思いながら、今回参加させてもらってます、はい、e スポーツはやっぱりハンディキャップがどこかしらあっても頑張れば楽しめるスポーツですから、ぜひそういう年代も年齢もそしていろんな障害とかがあってもみんなで楽しめるっていうのが皆さん言ってくださって、自分ワンゲームとしてはすごく嬉しいです。そうですね、まあ、地域の発展、障害者雇用など、まあ、大きな可能性を秘めている e スポーツだと思いますので、そろそろお時間も限りなくなってきたんですけども、最後の質問として清水市長からまず今後 e スポーツでやってみたいこと、やっていきたいこと、何かビジョンございましたらお聞かせいただけますでしょうか。あんまりよくわからないんですけど、 e スポーツ幅がものすごく広いようで、まあ、どういう大会開いていくのかちょっとわからないですけども、でもとにかくきっかけを作って、でだんだんこう繁殖していくといいますかね、もう現在でもなんか1億人、でもすごいもんですね。全然知らない間にそういう社会ができていくっていうのがすごいですね、今日はいずれにしても太田もちょっと強調しながら e スポーツを強調できるような街にしていきたいとなふうに思ってます。まあ、スバルさんがいるんで、スバルさんに常にバックアップしてもらって、頑張ってやっていきましょう、はい、今お話出ましたが、荻野群馬製作所いかがでしょうか、今後については。すいません、今即答できるアイデアがないんですけど、はい、まあ、やっぱでも、まあ、何らかの形でやっぱ今後時代っていうのがこういうのを求める時代になっていくと思うんで、何らかの形で応援できればと思います。最後に金子町長、e スポーツで今後こう取り組みたい青写真などありましたらお願いできますでしょうか。そうですね、まあ、そのプレイヤーがですね、やはりそれぞれの立場でこの e スポーツを通して、そして先ほどもちょっとお話ありましたけれども、障害の持っている方でも健常の方でもですね、一緒になって取り組めるというところを考えると、これからはやっぱり
大きなイベントといいますかスポーツになっていくんじゃないかな、期待してますね。ありがとうございます。ありがとうございます。今日はお三方、清水市長、金子町長、荻野町長にお越しいただきまして体験していただきました。皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。さてお三方の体験ご覧いただきましたけれども、大会の準備にこれから入りますので、私と周さんは一旦この場所を失礼することにいたします。ここからはこのお二人にバトンタッチいたします。はい、ワンゲームのハーちゃん、クッキー、よろしくお願いします。お願いします。皆さんこんにちは、ワンゲーム実況解説 MC コースのハーちゃんと、ワンゲームイベントコースのクッキーです。ここから私たち2人が群馬東毛 e スポーツカップに協賛いただきましたスポンサー様のご紹介をさせていただきたいと思います。株式会社スバル、私たちスバルは2018年に策定した中期経営ビジョンのステップにて、笑顔を作る会社というありたい姿を描きました。お客様の豊かな人生に寄り添うパートナーのような存在でありたい。スバルはいつの時代もそう願い、人を中心とした車作りを行っています。車は命を預けるものだからこそ、まず安全でなければならない。あらゆる場面で人を守るために安全性能を磨き続けること、いつまでも走っていたい、もっと遠くまで行ってみたい、そんな気持ちに応えるために走りや機能を磨き抜くこと、これまでもこれからも私たちスバルの車作りは乗る人すべての安心と楽しさのために、今後もスバルらしさを大切にしながら SDGs の達成に貢献し、真のグローバル企業として従業員一人一人が成長の原動力となり、社会の皆様やお客様とともに楽しく持続可能な社会の実現を目指します。ネクサス株式会社、ネクサスはアミューズメント事業を主軸とし、遊びと癒しをテーマにしたさまざまな事業を運営しています。アミューズメント事業を中心に、その他飲食、ネットカフェ、温浴、フィットネスなどさまざまな事業を展開、幅広い層のお客様にたくさんの遊びと癒しをお届けしています。また自社レーシングチームリーステーションレーシングの運営も行っています。第一生命保険株式会社太田支社、第一生命太田支社は計10の自治体と包括連携協定を締結しております。人生100年時代と言われる今日、弊社は保険販売によるライフプランサポートだけにとどまらず、地域振興や課題の解決を通してお客様、地域住民の皆様の幸せを実現してまいります。安心の先にある幸せ、笑顔、夢、希望があふれる毎日と未来のために、私たちは生命保険の枠を超えて一人一人の QOL、 クオリティオブライフ向上に貢献していきます。株式会社ワンライフ、ワンライフは障害福祉サービスを展開する企業です。偏見のない社会を作り、障害の形を変えるをモットーに2014年に設立しました。障害に対して偏見のない社会を作ることを目標に経営しています。現状の障害者支援サービスは、障害者は新しいことができるわけがないという考えが強い今の時代に、ワンライフではサービスを選択し、自分の夢を叶えられるようにさまざまな事業を展開しています。ワンライフはこのような社会通念を改善すべく、従来の決めつけの障害福祉サービスの新たな可能性として、障害者それぞれの個性を生かし、自立に向けたチャレンジのできる機会を提供する決めつけない障害者支援サービスの形を展開していきます。オーギアフーズ株式会社、
群馬県民なら誰もが知ってる大木屋ラーメン。株式会社大木屋フーズ様はラーメンレストランをメインに多店舗展開しています。大木屋といったら自慢の味噌ラーメン、シャキシャキもやしとツルツル感豊かな太麺が鶏ガラ豚ガラベースの味噌スープと絡み合い、これぞラーメン、一度食べたらまた食べたくなると評判に。お客様の口から口へ伝わり、いつの間にか看板メニューになりました。第1号店は1972年群馬県安中市の国道18号線沿いに名のある専門店のメンバー店としてオープンしました。創業から50年、着実に一歩一歩をモットーに歩んでいます。扇屋の由来は開いた扇の形のように末広がりでありたいという願いが込められています。この扇の要となるのは志を同じくする人であると考えています。あれ、岡崎ウレタン群馬株式会社、1985年2月に伊勢崎市で創業しました。その後お客様のニーズにお応えするために事業を展開し、2019年には九州工場を設立。現在では群馬、九州を合わせて6カ所の工場を運営しています。社税を遂行し確かな信頼を確立するということを掲げ、主に軟質ウレタン、ゴムスポンジ、ポリエチレンを使用した車両関連製品、OA 家電関連製品、建築産業資材関連製品、生活雑貨関連製品と様々な分野の製品を製造されています。様々な分野の製品を製造するためには技術および品質対応を求められますが、最大限努力してお答えできるよう活動を行い、お客様の立場から見たものづくりを行い、社員一丸となってものづくりを通して私たちの生活を支えてくれています。そして株式会社清水、カーショップウィング、株式会社設計者一級建築士事務所、以上9社の皆様のご協賛により今回のイベントは開催することができました。今回のイベントにあたりご協賛いただいた皆様、本当にありがとうございました。以上、ワンゲームはーちゃんとクッキーがお送りしました。それでは準備ができるまでもう少しお待ちください。スリリングはいらない、エキサイティングが欲しい、緊張はいらない、夢中が欲しい、リスクはいらない、未知数が欲しい、競争はいらない、共有が欲しい、賞賛はいらない、解放が欲しい。
自由自在ってこういうことか。ライドエンターテインメント始まる。 BRZ。自然体の自分でいられる。心も体も満ち足りる。ニューラグジュアリー。それはよりよく生きるための選択。新型レガシーアウトバック誕生。安心と楽しさをスバル。家族と旅をする。この森を守る。このことを海辺で暮らす。人を助ける。獣医になる。スバルはあなたが輝く未来を守り抜く。2030年死亡交通事故ゼロへ。スバルが乗せるその命はこの世に一つしかないのだから。一つの命、一台のスバル。まずやはりエンジンが一番大きいと思うんですけども、 2.4 リッター化されたことによって走りを楽しめるというところが一番大きくなりました。乗りやすさでもかなり進化していると思うので、乗ってもらった人には全領域で感じてもらえると思いますね。シャーシの剛性なども上がってますし、ハンドリングが特に良くなったなっていうのがこの2台の共通点だと思います。本当にスバルさんとトヨタさんで味付けがまた違うというところも面白みだと思うので、コースインして、ハンドルをシュッと切った瞬間にその違いは感じました。全然違うやん。86の方が少しピーキーな感覚でやんちゃなイメージです。全体的にちょっとそのシャーシというのか、その足回りがちょっと硬いイメージがあって、まあ、ハイスピードコーナーとかしっかりしてるなっていうイメージがすごくあります。BRZ の方はトラクション方向がすごくしっかりついてくるんですよね。なのでセクター3とかもすごく安心してしっかり踏んでいけますし、自分の意思よりしっかりリアが頑張ってくれるっていうところは BRZ の良さだと思いますね。マイルドで、大人の走りを楽しめるようなイメージかなと。見た目もすごくかっこよくなってますし、すいません僕スバルユーザーなので、どうしても一つ言いたいのが、ここに何気に BRZ って入ってるんですよね。こういうちょっとおしゃれなところを皆さん気にしていただけると嬉しいなと思います。どっちを選べって言われたら、正直選べない部分はありますけど、お互い BRZ も
86も違った楽しみ方があるんじゃないかと思います。楽しかったです、はい、また走りたいですし、86と BRZ 乗り比べてめちゃくちゃ楽しかったです。まあ、実際やっぱ乗ってもらって一般道でも楽しみながら感じていただきたいなと、自分たちのその心をこう踊らせてくれるような気持ちになるので、とても皆さん楽しめるんじゃないかなと思います。配信をご覧の皆様、改めてこんにちは。こんにちは。これより記念すべき東毛地区での初めての大規模な e スポーツイベントでございます。第1回群馬東毛 e スポーツカップ、今回ここからは企業対抗レースを、開催してまいります。このレースなんですけど、東毛地区の企業、東毛地区の団体が集まりまして、一堂に会しまして2人1組でチームを組みまして、それぞれ成績を争う団体戦ということになっております。車種なんですけども、もちろんこの地元スバル車限定ということになっておりまして、パワーバランスを均等にするために今回は特別なレギュレーションで行ってまいります。この企業対抗レース、再び司会を務めるのは群馬テレビ吉田と、就労継続支援 B 型事業所ワンゲームモーター斉藤修でお送りいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。そして引き続き株式会社スバル荻野群馬製作所長にもお付き合いいただいています。荻野さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは記念すべき群馬県東毛地区初めての e スポーツイベントに集結してくれたチームの皆さん、紹介してまいります。まずは株式会社スバル、前見選手、堤野選手、久保田選手、水谷選手です。どうぞ。ナンバーワンのポーズも決まりましたが、続いて株式会社ネクサス D ステーションレーシングの野島選手、坂本選手です。どうぞ。はい、こちらも静かな投手がみなぎっております。続いて群馬県庁 e スポーツ部パトラジオ選手、秋選手です。お願いします。群馬ちゃんも気合が入っているようです。やる気でめちゃ晴れてますね。ですね。さて続いては地元太田市役所の e スポーツ部、サトゥーン選手、花ちゃん選手、クボティ選手に大谷選手です。どうぞ。大谷、はい、大谷を中心に E のポーズでございます。果たして大谷選手がステアリングを握れるかどうかもちょっと注目していただきたいですね。さて続いて大浦町 e スポーツクラブのビギナー選手、スワンジャースワンブルー選手です。お願いします。はい、スワンポーズ見事に決まっております。かっこいいですね。はい、こちらも運転を実際にされるんでしょうか、注目です。はい、ということで8チーム16人の選手にお集まりいただきました。もう一チームですね、地元いよいよ我らがワンゲームの太田、バリー選手とソラ選手です。よろしくお願いします。はい、入場の最後を締めくるということで、忘れられてしまったけど、うん、全力で隠れた実力者なんで頑張ってほしいです。はい、シュウさん力がみなぎってましたね。もうやってやると闘志に溢れてました。はい、ね、はい、ということで8チームの選手が集合してくれました。絵力が強いですね、この8チーム、はい、入りきりませんね。ですね。はい、ご覧のように皆様精鋭ぞろいということですので、はい、ぜひとも、トップ目指して頑張ってほしいと思います。大谷も含めやる気に満ち溢れた精悍な顔つきでした ね。はい、大谷も力みなぎってます。それではそれぞれのチームリーダーに、試合前のレース前の意気込みを伺っていきたいと思います。はい、まずは株式会社スバルの久保田選手、いかがでしょうか。
はい、株式会社スバルでございます。今回はスバル社限定ということで、我々乗り慣れた車でやらせていただけるので、実車の経験をもとにですね、この e スポーツでもいい走りができればなと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、荻野所長、ここは負けられない戦いと言えそうですけど、荻野所長からぜひ。スバル社でしょ。もう結果は分かってますよね。圧がすごい。選手の皆さんのこの視線がちょっとこわばってる様子が間近で伺いますけど、顔がちょっと、はい、なんか試合前からハードルを上げられたような感じがしますけれども、ぜひ頑張ってください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてネクサス D ステーションレーシングは野島選手、はい、ここはいかがでしょうか。はい、D ステーションレーシングです。今回いろんなこうチームがある中で唯一のレーシングチームということで、はい、はい、まあレーシングチームとして恥じないレースをしたいなと思ってますので、はい、頑張りたいと思います。よろしくお願いします。はい、楽しみにしております。よろしくお願いします。慣れてるのか、もう落ち着きがすごいですよね、うん、そうですね、もうレース慣れしてるっていうかね、はい、はい、ちょっと怖いです、すごいです、はい、ここはすごい強豪だと思いますが、そしてそのお隣、群馬県庁から e スポーツ部ということでパトラジオ選手に代表して伺いますが、パトラジオさんいかがですか。はい、群馬県庁 e スポーツ部です。今日は群馬ちゃん応援に来てますので、はい、このグランツーリスモスポーツをですね、楽しみながら群馬県の e スポーツを盛り上げていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もうこうして見ると群馬ちゃんと大田が並んでますから ね、うん、ねえ、群馬ちゃんのためにも負けられない一戦ということになりますが、そのお隣、はい、もう絵力からもう最強です。大田市役所 e スポーツ部は代表サトゥーン選手、どうですか意気込みは。はい、お世話になります。太田市役所 e スポーツ部のサトゥンです。せっかくなんで太田に意気込みをちょっと聞いてみたいと思います。はい、はい、今日は、群馬県の東毛地区の、初の大きな e スポーツ大会ということで、それが太田市で、しかもここのスバルの本工場でできるということで、本当に嬉しく、思っています。e スポーツも、やっぱりスポーツの一種ということで、忖度なしのガチンコレースを展開していきたいと思っておりますので、頑張っていきたいと思いますと申しております。喋、はい、ってる秒数が明らかに合わないのでもしかしたら太田独特の言葉で喋っていたのかもしれません ね、これ見事な通訳だと思いますけどね。はい、さすがです。はい、はい、太田市役所の皆さんにもお越しいただいています。そしてお隣大浦町からも e スポーツクラブ、スワンジャースワンブルーさんは喋れる設定でしたっけ。あ、喋れる設定です。あ、喋る設定で、はい、流暢に喋りましたねやっぱり。はい、はい、オーライスポーツクラブ、スワンジャースワンブルーです。はい、この中でも素人なので、事故らず、無事に完走できるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。かっこよさはもうナンバーワンです ね。あんまりスワンブルー選手が安全運転してるところがイメージ湧かないですけどね。はい、はい、おそらくかっ飛ばしてくれるかと思います。はい、そして我らがワンゲーム太田、ここはもう期待しましょう。ソラ選手いかがでしょうか。ワンゲームです。ちょっと恐れ多いんですけど、まあこちらも負けないっていうのはちょっと言わせていただきます。よろしくお願いします。はい、静かな中にも闘志がめちゃくちゃ練習してたので、もう言葉少なだったんですけど、はい、うん、あれはもうやる気に満ち溢れてます。みなぎってますね。もう絶対勝ってやると思ってます、はい、きっと。ということでどのチームも意欲満々でございますが、はい、それでは選手の皆さん準備のほどお願いいたします。それではお願いいたします。お願いします。頑張ってください。群馬製作所の荻野所長からも強い劇が今スバルチームに飛ばされましたけれども、はい、はい、荻野さん本当楽しみですね、これから。そうですね、はい、はい、ということで今座席に着きましたけれども、ではここからは実況解説をお願いする岩波さんにマイクをお渡しいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、引き続き、群馬東毛 e スポーツカップグランツーリスモスポーツの、実況解説を、担当させていただきます。岩波と申します。よろしくお願いいたします。さあということで、群馬製作所の、所長様からのエールなのか圧なのかというところと、オータンの見た目からは想像のできないコメントと、まあ、町のヒーローとして絶対に事故を起こしてはいけないという、スワンブルーの、まあ、熱い戦いがおそらく見れるんだと思いますが、
まあ、今回のレースちょっとレギュレーションが先ほどのレースと変わっておりますので、ちょっとそちらの方から、ざっくりと紹介をさせていただきます。さあ今回のレースはですね、予選タイムアタックとそれから本レースの2つに分かれております。まず最初ですが、タイムアタック形式で、決勝のスターティンググリッドを決定します。1つのチームから1名が、5分間のタイムトライアルを行いまして、その後交代をして、2人目の走者が走って、その平均タイムで決勝スターティンググリッドを早い順で決めていきます。なのでどちらかが一方早くても、いい結果は出てこないと、2人の力が必要という形式の予選タイムトライアルです。そして、予選が終わりますと、決勝レースの方へ移ってまいります。1チーム2名となりますので、レース中どこかでピットインをして、交代を義務付けられているレースになります。もちろん勝敗の決定はもちろん1人になった方が今回の優勝者ということで、シンプルに勝者が決まるということです。さあそして、今回使用するコースですね、こちらもちょっと変わっておりますので、スライドお願いいたします。はい、こちら、今回の舞台となります京都ドライビングパーク山際となります。先ほどの、ご参加の、市長そして町長、そして所長のレースとはまたレイアウトが変わりまして、さらにコース長が長くなってテクニカルな部分も増えというところで、完全実力勝負が実現できるステージとなっております。さあ今第一走者の各選手が、シートに収まりまして、これから予選アタックへと挑もうというところです。スバルチームはそれぞれ、堤野選手と久保田選手がスタートドライバー、D ステーションレーシングは坂本選手、群馬県庁 e スポーツ部はパトラジオス選手、そして太田市からは、花ちゃん選手、そして太田チームはクボティ選手がそれぞれスタートドライバーを務めることになります。オーラマッチ e スポーツクラブはスワンブル選手、そしてワンゲーム太田はバリー選手という計8名のタイムアタックになります。さあ各選手がもう席についてスタンバイ完了のようにもカメラからは見えますが、いかがでしょうか。さあ準備が整ったようですので、これから予選タイムトライアル5分間のまずはファーストドライバー1人目のドライバーの予選アタック対決ということになります。さあ各社が一斉にコースインをしていきました。まず真っ先に飛び出していったのはスバル B チーム久保田選手です。さあスバルで自動車の開発も担っているこのスバル B チーム久保田選手がまずは真っ先にコースインをしていきました。おそらくですがこの B チームから順々に予選のタイムアタックが進んでいくことでしょう。そして後ろからは D ステーションレーシング緑色の BRZ、 さあ D ステーションのこのチームカラーに身をまとっての参戦ということになります。そして群馬県庁 e スポーツ部はこれ唯一です、スバルのインプレッサ WRX、 インプレッサの WRX ですね。そしてこちらスバル A チームの堤野選手ですね。そしてワンゲーム太田の WRX、 こちらはバリー選手が今ドライブをしています。そしてその後ろからこれは太田のチームですので、これは今花ちゃん選手がドライブをしているんですね。この白と紫のカラーリングは目印、花ちゃん選手のインプレッサー。そしてチーム太田の方はこれ緑色になります。チームカラーこれ色を変えてきてますね。さあ主軸となるデザインは抑えながらも色の違いでこれオータンカラーの緑色ですけれども、スバルのインプレッサーを借ります。そしてオーラマチ e スポーツクラブはスバルの WRX を借ります。オーラマチのスペシャルカラーでの今回は参戦ということになりました。さあこの計8台によってまず予選アタック、まあ、決勝レースもこのまま進んでいくわけですけれども、このドライバーおっとっとと後ろの方が少し勢いはまた飛び出してしまいましたが、対戦に影響はないでしょうか。さあこちら最終コーナーになります。京都ドライビングパーク山際というコース、全長約5キロほどの、まあ、非常に道幅の広いサーキットですが、さあこれから続々と1回目のまずはタイムアタックラップへと入っていきます。さあこれ後ろの T ステーションレーシングはどうでしょう、スリップストリーをうまく使いながらスピードを伸ばしていけるかもしれませんが、さあこの1コーナーに緩い左を描く1コーナーですけれども、まあ、強いブレーキが必要ない分、非常にその動力の調整であったりとかタイミングというところ非常にシビアなコーナーです。そしてここからが上りの S 字区間、1コーナーのこの脱出した時のスピードですね。このスピードが、まあ、1キロ2キロ違うだけでこの上り坂で大きく失速をしてしまうというところなんですが、もう追いついちゃってきましたね。さあ D ステーションレーシングが
今予選アタック入ってますけれども、スバルの B チームの BRZ に追いつく形になっています。さあそしてその後ろからはスバルの A チームが同じく BRZ で来ているということです。スバルはこれどちらも白い BRZ ですが、若干ですけどもこのボディサイドのカラーリングに差があって変化があるというところです。その後ろからはスバルのもう伝統のインプレッサ WRX オカル群馬県庁 e スポーツ部パトラジオス選手がアタックに入っている。おその後ろからもうすでに太田市 e スポーツ部、これインプレッサがもうすぐ後ろまで来ています。ここがインプレッサ対決。さあただまたこれ予選ですからね、これバトルしちゃうとタイムをどちらも落としてしまいますので、ここはクリーンに抜けていきたいところです。さあ各社はまあまあ綺麗な先ほど そのインプレッサの2台を除けば、まあ間隔を空けた状態で綺麗な状態で予選のアタックに入っています。さあ一番最初にコースインをしていたスバルの B チーム、そしてこちらのオータンチームオータンの、こちらクボティ選手が今この第2セクターのヘアピンに入っていきます。そして今回のこのレースですけども、このスバルの BRZ に関しては若干パワーが上がっているとの情報が入ってきています。そしてインプレスタと WRX ですね、スバルの WRX は少しパワーが下げられているということですので、まあ、この辺は選手の実力であったりとか経験によって、まあ、少しハンディキャップということでなっているんですが、さあただ1回目のアタックを今これ2台は終えているはずですが、暫定トップは D ステーションレーシングの1分58秒279というタイム。さあこれがまず一つのターゲットタイムということになるんでしょうか。坂本選手が叩き出しています。いやただこれ今完全にスバルの B チームの後ろに完全に張り付く形になっています。一旦どうでしょう、譲りますか。2番手タイムは太田市 e スポーツ部のこれはインプレッサですね。いやかなりBRZ の間に一石を投じる形で、さあ1回目の予選アタックが終了をしています。さあ予選時間5分間しかございませんので、アタックできる回数はまあせいぜい2回か3回いけるマシンはおそらくないとは思いますが、ちょっとこの D ステーションレーシングのこの2回目のアタックというところではちょっとタイム更新というところが難しいようです。コンマ6秒のプラス表示。さあこちら今現在ドライブをしている各選手の面持ちですけれども、真剣な表情でステアリングを握っています。さあこれから2回目のアタックに入っていくところ、さあ選手の集中力といったところでかなり差がつくかどうかですが、 D ステーションレーシングのこちら坂本選手です。現在暫定のもうこの第1グループのトップタイムということになります。さあチームオータンでは後ろでオータンが応援をしておりますけれども、この後出走ということですので、どんな走りをするのか非常に楽しみですけれども、さあということで、まず間もなくですね、予選が終了するということですね。5分が経過しましたので、これでコントロールラインを通過すると予選が終了してタイムが出揃う形になります。第1グループ予選ファーストドライバーのアタックが間もなく終了です。さあまだアタックを続けているドライバーもいますので、もうしばらく時間かかりそうですけれども、今のところの暫定トップは D ステーションレーシングで変わりはなさそうですか。あそうですね、これで太田市 e スポーツ部がこれで今タイムを自己ベストで上げてきましたが、順位は変わらず、さあワンゲームオートは現在これ3番手タイムですけども、これトップから5秒7遅れてますんで、これはちょっとまだ順位が入れ替わりそうです。さあホームステート立ち上がってきます。これが最後のアタックですが、タイム更新は叶いますでしょうか。これはちょっと10秒プラスということでどこかでミスがあったか。さあそしてチームオータン、クボティ選手の走りはどうか。いやこれもちょっと今最終コーナーですけれども、2分を超えてきてますね。これもちょっと更新は難しいか。さあとなりますと、すでにこれはタイムが出揃ったということになりますが、これから集計に入りますのでちょっと分かりませんね。さあ今1人目の予選アタックが全員これ8チーム分全て終了いたしました。さあまず1回目の予選アタックでしたけども、トップタイムはですね1分58秒4ですか、58秒2ですね。 D ステーションレーシングが今手元の表示ではトップタイムということになっています。 BRZ そして2番手タイムに太田市 e スポーツ部のインプレッサが
食い込んできたということで、セクター4最終セクションで紫表示ですね。これ一番早かったということになりますね、この区間は。そしてその次がもう混戦模様ですね。どうですか、58秒8のスバルの B チームがこれ3番手ですか。ちょっと何でしょう、こちらの手元だとまだ順位が整理されてない状態ですので、まあ、正式な結果というのはまだ分かりませんが、さあこれから選手を入れ替えまして、第2ドライバー、セカンドドライバーによる予選タイムアタック合戦ということになります。こちらも同じく5分間で争われます。さあ選手ドライバーが変わっておりますので、またおそらく戦力図が変わってくるとは思いますが、やはり D ステーションレーシングがさすがレーシングチームということもありまして、トップタイムをまずは第一グループでは取っていったというところです。第一グループ、さあ第二グループが、まあ、全体のタイムも通してですけれども、どんな合戦になるのかというところを一つ注目していきたいと思います。さあオータンが今後ろに映っておりますけれども、結構ペダルを、ね、踏むのが、ね、結構大変そうだなという印象がありましたが、興味津々ですね。一体どんなドライビングを見せてくれるのかというところで、さあ、準備が整い次第ですね、5分間の、第2グループの予選が、スタートいたします。現在集計中ですので、もうしばらくお待ちください。さあ今回の群馬東毛 e スポーツカップですけれども、まあこの選手のこのカメラの映像を見ていただければ分かります通り、もう真剣そのものといいますか、まあ各チーム各代表組織団体企業を代表してここに来てますので、まあ負けられない戦いというのは当然ですけれども、まあその真剣な面持ちというところも、今回ねオフラインイベントということで選手のカメラがもうたくさん用意されてますので、そういったところもぜひ見ていただければと思います。最近やっぱりオンラインのイベントが増えてきて、こういったオフラインで選手が一度に集まってレースをするっていうことが、まあ、ほぼなかったですから、まあ、実力のある選手でも、いざ自宅と違う環境に放り込まれると実力が発揮しきれないなんてことも十分考えられますけれども、果たしてその中で平常心を保ちながら自分のベストレースを出せるのは果たしてどのドライバーなのかというところも注目です。そして今回使用する車のスペックですが、先ほどちょっと軽く触れましたけれども、スバルの BRZ は200馬力から220馬力に少しチューニングをされています。で、スバルの WRX とインプレッサに関しては元が300馬力ほどあるところが260馬力ぐらいに下げられているということで、まあ、マシンの差はありますけれども若干その性能差が縮められているということです。タイヤはスポーツソフトですので、まあ、スポーツソフトっていうとどうでしょう、一般的なラジアルの皆さんが一般で履くようなタイヤよりはちょっとグリップが高いものを履いてますけども、車重とパワーのバランスでいうとインプレッサが軽くてパワーがある感じがしますが、ちょっと BRZ と WRX に比べると少しその年式といったところでハンデがありますので、そのぐらいがうまく調整されておりますけれども、このスタートの瞬間を待ちわびているのが一番選手としては精神的に難しいですが、さあ、ようやく準備が整ったとのことですので、お待たせしました、第2グループの予選タイムアタックをこれからご覧いただきます。さあ各社一斉にコースインをしていきます。さあまずはスバルチームのこの2台の BRZ がランデブーをするような形で、まずは1コーナー、そして真っ先にコースインをしていきます。
そう今回ブーストが強いというのとスリップストリームを強く効くということでこれはあの普段グランツーリスモスポーツをプレイされていない方のためにちょっと簡単にご説明をいたしますとブーストというのはまあ例えば今これ1、2、3と BRZ3 台続いておりますけれども後ろに行けば行くほど車が速くなります。あの若干ストレートスピードが速くなって直線でタイムが稼げるようになると。でスリップストリームというのものも今回強いに設定されておりますので、まあ、このご覧のように車の真後ろにつけると空気抵抗が減ってですね、まあ、車速が伸びるよと、まあ、それが実際よりも少し強めに効きますという設定になっていますので、まあ、これ予選アタックどこでスタートをするかもちろん早いタイムを出して前からスタートすれば有利であることに変わりはないんですけれどもそのブーストとあとスリップストリーム車の真後ろにつけた時のそのスピードの伸びというところがありますのでもう全くこれは決勝レース、まあ、予選をうまく立ち回ったとしても決勝レースでは予断を許さないというレースになっています。さあそんな今回のレースフォーマットも軽くご説明をしたところでさあ第2ドライバー、まあ、2番目に走る選手ですねの予選アタックが間もなくまあ、これアウトラップですので次の週から計測開始ということになります。さあ世界ラリー選手権 WRC で華々しい成績を数多く残してきたインプレッサーを交えながらということで、まあ、この3台だけしかもスバル限定でのレースということになりますと他では類を見ませんので、まあ、この群馬トーモ e スポーツカップでしか見られないこの何でしょう景色といいますか車種選択かなと思いますがさあまずはスバルの A チーム前見選手がこう1回目のアタックへと入っていきます。そして後ろではスバルの B チーム水谷選手ですけどもちょっとこれは気持ち膨らんでしまったかその後ろから D ステーションレーシングの緑色の BRZ が来ているという状況です。さあ先ほどの予選アタックよりも各社が結構間隔を詰めて予選アタックに入っているところが少し印象的なところです。右上にコース図がありますけれどもこの水色の矢印が各車両の、まあ、向いている向きと移動している場所ということになりますけれども先ほどの予選アタックはかなり間隔が空いていたんですがこの第2グループは実力は拮抗しているのかかなり予選から距離感が近い形で予選アタックに入っています。さあそしてこの最初にアタックをして帰ってくる、ドライバーのラップタイムを、まあ、ターゲットタイムというふうな言い方をしますけれどもこのターゲットタイム、まあ、まず一番最初にコントロールラインスタートラインを通過する選手が出すタイム今回の場合ですとスバルの A チームということになりますがこのスバルの A チームがこの1回目のアタックで出してくるタイムこれが一つ基準になります。そのタイムより早いか遅いかというところでまずこの1回目のアタックがうまくいったのかそれでもちょっと失敗してしまったのかというところが分かります。これ予選にもかかわらず今ここで順位が入れ替わりました。群馬県庁 e スポーツ部と太田市 e スポーツ部ですかそして大浦町 e スポーツクラブの WRX がその後ろに続くという状況。ワンゲーム太田はこれ少し後ろ間隔空けてということになりますかね。さあこれで予選タイムアタックのトップグループがホームスレートに帰ってきました。さあこれ一つ注目です。何分何秒で帰ってくるか56秒台が出るかどうか。わあ56秒に入ってきた56秒987というところで第1グループを超えてきています。そしてそのすぐ後ろ緑色ダークグリーンの D ステーションレーシング1分56秒457ということでこのスバル A チームが出したタイムをコンマ5上回ってきました。さあこの前を行く BRZ の3台がこれ引っ張る形になりますでしょうか。ただ1回目の予選アタックのこともありますので1回目は確か D ステーションレーシングがトップタイムでしたからこのままいけば文句なしで D ステーションレーシングがこれ一番時を刻むということになります。ポールポジションを取るということになりますがさあこの5分間の中でこの56秒4というタイムを上回ってくる選手が果たしているのかどうか。チャンスとしては BRZ はこの先の区間テクニカルなスピードが落ちる区間でスピードを稼いでいきたいというところ。一方で今映っているこのスバルのインプレッサーこの前半区間上りのパワーが必要な区間でどれだけこの前を行く BRZ に対して差を詰めていけるかというところなんですがこれはちょっとバトルモードに入っていますのでタイムの短縮という点ではちょっと難しいかもしれませんがおっと大幅にショートカットこれはどうですかね。ちょっとあ後ろの方でも WR あーっとコース外走行になってしまっています。後ろの WRX ももうこれは道連れになる形で
草むらの中に突っ込んでいってしまいました。タイムへの影響が果たしてあるかどうか。グランツリスモはコースの外を走ってしまうとこの芝生がタイヤにくっついてしまいまして、グリップが落ちるというところまで再建をされておりますので、コース外走行ショートカットをしたら速いかと言われると実はそうではないというちょっと難しいところがありますが、さあ後ろでちょっとコースオフをしてしまった車のタイムがどう影響してくるかというところが気になります。さあ1回目のアタックと同様スバルの A チームが先頭で帰ってはきました。この辺りは大きく隊列変わっていません。 D ステーションレーシングがこれ1個前に出た形ですかね。ポジションとしては前に出た形。さあタイム更新をしてきましたがどうでしょうか。56秒7。ああただ D ステーションレーシングが55秒731。いやこれちょっと今映ってないのがなんだかっていうところちょっともどかしいですけども、今後ろでダークグリーンの D ステーションレーシングの BRZ が1分55秒731という驚異的なタイムを叩き出しまして、2番手以降に1秒近い差を大きく築くという今2回目の予選アタック終了ということになりました。もう少しですかね、5分間経過までもう少しになりますけれども、いや D ステーションレーシングが驚異的なタイム、もう丸々1秒差があります。その後ろから太田市 e スポーツ部のインプレッサが続く形、57秒176というタイム。あ、全体ファーストテストは3セクター4セクターでここが出ていると。そしてその後続に BRZ、スバル B チームの BRZ ですね。この辺りはかなり差が詰まっています。ワンゲームの WRX は100分の2秒差ですか。いや本当にあとわずかでしたけども本当に届かずといったところで、100分の2秒というともうストップウォッチでは決められないんですね。全然わからないですね。コンマ5とか過ぎちゃうんで、いやそれぐらい僅差ということになっています。そして大浦町 e スポーツクラブが6番手タイムということなんですが、先ほども申し上げました通りですけども、2名の合計というか平均タイムで競いますので、ちょっとまだ手元では計算がわからないと、お楽しみいただければと思います。さあそれではですね、ここで2021年今年ですね、7月にデビューをいたしました新型 BRZ の VTR を皆様にご覧いただきたいと思います。スバルが目指している安心と楽しさ、それらを具現化する上でこのピュアスポーツカーというのは走りの基礎となっています。先代が非常にバランスをよくパッケージングできていました。新型の BRZ は9年かけて熟成してきたパッケージを踏襲しつつ、ボクサーエンジン、リアホイールドライブ、ゼニスと究極のピュアスポーツカーをさらに一段上を狙って開発してきました。今までの走りによりアグレッシブな動力性能が加わったことでよりパワフルになりました。かといってスバルが目指す安心と楽しさのこの走りの部分はしっかりとスタビリティを上げることで車の挙動が穏やかにすぐに分かる、だからこそ先が読める、先が読めるからこそ安心してコーナーを攻められる、しっかりとした安全装備もついてますし、それがスポーツカーに備わってこそ楽しい走りが楽しめるというのがスバルの考えです。エンジンは現行の2リッターから 2.4 リッターにアップしました。やはりこの車の一番いいところはもうリニアな吹き上がりというところで NA のエンジンをまあ選択しました。リニアな吹き上がり、それからトルクの谷間のないフラットな特性、これが一番の気持ちよい走りにつながるというところを目指して開発してまいりました。動力性能としてはお客様の期待に応える仕様になっています。ボディ全体の開発に関してはスバルグローバルプラットフォームの知見を全て入れ込んで車体を非常に強固なものにしました。板と板の接合部、それから溶接の精度と全てを上げていますので、雑味のない非常に高品質な今までの延長線上からワンステップもツーステップも上がった安心した走りを実感できると思います。重心高、それから重配、そこに全体の重量と合わせて非常に厳しい目標を立てました。重心高に関しては4ミリを達成しました。この中で一番大きいのはアルミルーフを全車に採用しました。これは非常に特殊な技術で鉄とアルミを接合するというところに非常に製造課題がございます。開発の途中では
鉄に戻したいみたいなあのご意見を伺ったこともありましたけども、そこをあえてこの車に必要なのはもうこれですと、これが重心高を下げる一つの大きなポイントです、これができなければこの車をやる意味自体がないというところをやはり議論して、結果として今量産に結びついたと。 BRZ が FR というところはスバルの中でもいろんな議論がありました。 FR だとやはりじゃあフロントのトラクション、フロントの設置はないんじゃないかというふうに考えがちですけども、実は FR だからこそフロントとリアのこのバランス、荷重によって車の挙動が変わる、これが分かります。それは今までエンジニアが四駆しか知らなかった部分に対して FR を知ったことによって、車両の前後挙動まで含めて車両のバランス、安心な走りはどういうんだ、スバルの走りはどういうんだというのを追求したからこそ今の新型 BRZ に行き着いたと。 BRZ を極めるということは走りをちゃんと分かると、そういった連鎖性というのがエンジニアリングでありスバルの走りであり将来につながるお客様の期待だと考えています。デザインに関して言うと塊感のあるところに無駄なものは全部削ぎ落として、従来に対しては本当にアスリートのごとく筋肉質になったような表現を実現できたと思っています。さらに空気を味方につけて操縦安定性をコントロールするというところには本当にこだわってきました。フロントのグリルの開口部、それからサイドのエアアウトレット、こういったところで風の流れをコントロールすることでしっかりと抵抗を落とす、かつ操舵の時にそれをしっかりとアシストする、そういったトータルのパッケージを実現しています。インテリアについては上質感を上げた、ワンランクもツーランクも上げたデザイン、かつあつらえというものを採用しています。特に造形に関しては水平基調を作ることでスポーツカーならではのバランスですとか視界コントロールというところを意識したデザインになっています。この意味あるデザイン、造形、この空力、すべてに意味を持たせた、かつこれをロングライフデザインの中でいつまでもこのかっこいい相棒でいられるようなデザイン、自分として所有したいというのがすごく高まる一台に仕上がったと思います。スバルが考えるスポーツカーですから、スポーツカーだったらより安全でなくてはならないと、だからこそアイサイト、あるいはそういった先進装備を入れるというのは必然です。 AT に関してはアイサイトを装備してよりお客様の運転を支援し、かつ万が一の時にはプリクラッシュでしっかり止める、この低いスポーツカーでもこの両眼でしっかりと周囲を確認して性能を確保することができています。いろんなところを走って走って蓄積したデータに基づいて今のベースがございます。新型 BRZ でも同じようにいろんなところをまた走って大丈夫だということをしっかり確認して世の中に送り出せる準備ができたと。スポーツカーでちょっと危ないんじゃないみたいなお客様の懸念も払拭できると考えています。スバルグローバルプラットフォームの要素を採用したことで今の車としてトップレベルの安全性能を確保しています。安全にするには重量が必要になってきます。重量をかければキャビンも守れますし、いろんな装備をつければそれも重くなります。ただ重くなったんではスポーツカーじゃないです。 1.3 トンを切るパッケージの中でこの衝突性能を確保しつつ安全装備も充実させていると、これを高次元でバランスしたのが新型 BRZ です。スポーツを楽しむのが危険で何かあっては一番まずいと、やはり乗員が命が一番大切だと、人間重視の設計思想、中島飛行機の航空機を設計する思想からも脈々と継承されているものと考えます。自分で乗ってみてまず非常に安定している、重心低いなっていうのを実感しました。この車はやはり低重心でそれが安心の走りにつながると、しかもその動きも非常にマイルドで破綻しない、自分の思った通りについてくる、これがやっぱり我々が目指したところだというのが実感しました。
それっていうのはスバルが培ってきた安心安全の哲学構造、今回のスポーツカーだからこそより安全だっていうところ、それを性能として目標を立てて達成してきたっていうのは今のスバルの開発の一番誇れるところじゃないかと思います。新型 BRZ は本当にかっこいい、意のままにコントロールできる、4人乗車で実用も使える、さらにアイサイトもついていて安心、いつもそばにいて生活をサポートしてくれる、あるいは自分の欲求を叶えてくれる、そういった相棒として末永く使っていただける1台じゃないかなと考えています。ということで、新型 BRZ 今年7月29日にデビューをした新型 BRZ の VTR をご覧いただきました。まあ、先日のスーパー GT では2021年の念願のチャンピオンを獲得ということで、 BRZ にスイッチしてから9年ですかね、レガシーの頃から数えると12年越しのチャンピオンということになりましたけれども、今話題沸騰中の新型 BRZ の VTR でございました。さあ、ということで、予選の結果が出ましたので、ご紹介をしてまいります。見事ポールポジションを獲得しましたのは D ステーションレーシングの BRZ、 そして2番手から太田市 e スポーツ部の、インプレッサ WRX、 そしてここからスバルが続きます。3番4番グリッドセカンドローは、スバルの A チーム B チームがそれぞれ BRZ で並ぶ形、そして、3列目からは、群馬県庁 e スポーツ部のインプレッサ、そして、ワンゲーム太田が6番手 WRX がつけています。大浦町 e スポーツクラブは7番手からのスタート、そしてチームオーターは8番手最後方からのスタートから巻き返しを狙います。さあ、ということで、平均タイムがですね、 D ステーションレーシングのみが1分58秒56秒台ですかに、叩き込んできて、それ以降が接戦です。1分57秒58秒58秒、スバル A チーム B チームはほぼ差がありませんでした。さあ、ということで、ブーストありのレース、果たしてどんな決勝レースになるのか注目です。BRZ、ポールポジションは D ステーションレーシングでしたけれども、太田市 e スポーツのこのインプレッサがスタートダッシュ、4区ですから、スタートダッシュはもうおそらく自信ありで来ると思いますので、それに頑張ってその後ろからスバルチームのこの BRZ が2台ついていけるかどうかというところが、まず一つスタートの注目ポイントということになります。ただブースト強、そしてスリップストリームも強いということですので、全くレース展開としてはどうなるかがわからないというのが今回のこのレースの醍醐味ということになりますので、皆さんぜひ注目してご覧いただきたいと思います。さあ、それでは準備が整ったとのことですので、さあ、ドライバー交代ありの1チーム2名による群馬友 e スポーツカップ決勝レース、まもなくスタートです。第1回群馬東毛 e スポーツカップグランツーリスモスポーツ企業対抗レース、さあ、決勝8周のレースということになりました。まずポールポジションから D ステーションレーシング、そしてその後ろから太田市 e スポーツ部というフロントローからのスタート、さあ、目が離せません、注目してください。さあ、シグナル3つ4つ5つブラックアウト、オールグリーンになりました。ちょっと D ステーションレーシング出遅れたか、あ、太田市 e スポーツ部のインプレッサがいいスタートを決めていきました。さあ、これ D ステーションレーシング、ちょっとポジションを1つ2つ下げていくことになりました。さあ、その後ろから株式会社スバルのこのワークスチームですかね、もう2台の白い BRZ がそれを D ステーションレーシングをこれは抑え込む形になりますでしょうか。いや、それにしてもこの太田市 e スポーツ部のインプレッサが抜群のスタートを決めてトップに立ちました。さあ、その後ろから BRZ が3台、そしてワンゲームの WRX が続くという形になりました。さあ、まずはここまで綺麗なスタートで1周目を、スタートを切ったということになりますが、
さあここからブースト、そしてスリップストリームが強いというレース展開が果たしてどう影響してくるんでしょうか。ちょっと後ろではブーストが効いてブレーキングポイント少しずれたか。スバルチームこれ A と B がまだ入れ替わる形になります。その後ろからさらに D ステーションレーシング、いやースバルの B チームはパッシングでアピールをしています。プレッシャーをかけていきます。さあここが下りの試験、大きなブレーキング。さあ後ろ BRZ がラインを変えた、ラインを変えていったがここはまだいけない。いやただ後ろはもう完全に混戦模様です。さあ WRX の後ろからインプレッサー、さあここはもう車の中で親子対決です。もう先代のインプレッサー、そして WRX の後ろ、あーっとチーム大谷がスピンしている、序盤で失速、これは今何があったのか。チーム大谷がこれはレースで最初大きく出遅れる形になってしまいました。ただ分かりません、本当にここから何が起こるか本当に分かりません。10秒くらいの差だったら多分8周もあったらあっという間に追いついてくると思います。さあただそんな中で太田市 e スポーツ部がこれ、あーただちょっと芝に飛び出しかけたところ、後ろでもワンゲーム太田のマシンですかね、白い WRX が少し飛び出す形になりましたが、さあ間もなくオープニングラップ終了。トップは今のところ太田市 e スポーツ部のインプレッサ WRX、 紫色のボディカラーがトレードマーク、その後ろからスバルの B チームが追い上げてきている。さあ1周目のレースがレース1周目終了いたしまして、さあここから2周目と入っていく。さあこれピットインのタイミングというところも非常に注目になってきます。ピットにいかにロスなく入るかというところも非常に重要になってくる。いやただここはブーストとスリップストリームの恩恵を預かって後ろから B チームがぐいぐいと迫ってきた。いやー車載カメラ飛び込んできましたけども、サイドバイサイド S 字コーナー立ち上がっていく。ここはパワーで有利な、インプレッサ有利か。いやただ後ろからスバルの A チームの BRZ も追い上げてくる。バックミラーにその姿が大きくなっていく。さあ並びかけたか、いや後ろから緑の D ステーションか、 D ステーションが来た。いやこれは三つどもえの戦いになりました。いや飛び、おーこれまとめて飛びかかっていく。ここでスバルの B チームがここ前に出ました。ただ D ステーションレーシングが後ろから伺っています。さあここ BRZ でやり合っているうちにですね、これ太田市 e スポーツ部としては逃げたい展開です。さあそして少し間を空けて群馬県庁 e スポーツ部の青いインプレスが来ていますが、さあここで一気に差が近づく、差が詰まる。さあただおっと後ろではちょっとタイヤのスキルオンがしたが、1台、あっと群馬県庁 e スポーツ部ですか、インプレッサがこれちょっと大きく失速をしています。先ほどまで5番手につけていたんですが、もうすぐ後ろに猛烈な勢いでワンゲーム太田の白い WRX が近づいてきています。さあこの先のヘアピンで抑えきれるかどうか。いやもちろんマシンを横に振りました。さあそしてトップにカメラが映る。いや今のところまだ太田市 e スポーツ部のこのインプレッサがトップを堅守しています。後ろの BRZ 同士でやり合ってしまうと、これトップのインプレッサはどんどん逃げていってしまう。そして忍び足のごとくこうそろりそろりとこの5番手にですね、おーっと後ろからスバル B チームがインサイドから仕掛けていったが、これはちょっと立ち上がりで失速か。それのその隙を伺って B、 これ A チームか、スバルの A チームがやってくる。さあ2周目まもなく終了、これからレースは3周目というところです。まだ前半戦です。さあ D ステーションレーシングは少しこの前の白熱したバトルを後ろから様子を見るという方向に作戦切り替えましたか、どうでしょうか。さあスバルのインプレッサがトップを、スタートから四輪駆動のその利用を生かしてスタートダッシュ見事に決めましたけれども、ただしかしこの後ろから BRZ3 台、まあ、BRZ を使っているということはこれ選手の実力としては一枚上手ということを意味しています。さあこのテクニックでもってこの前のスバルインプレッサを出し抜けるかどうかというところ。さあスバルの B チームがアウトサイドから並びかけていくが、ブレーキング勝負どうか。ここは外からは厳しいか、お互いラインが膨らむとなってくると後ろから多分 A チームが来るはず。いやここは混戦めいています。トップがなんと4台による戦い、まあ、3台になるとこれ三つどもえなんて言ったりしますけど、4台になるとどうなんでしょうね。いやこれは混戦めいても後ろから3台のベラゼットに追いかけられる形でインプレッサが逃げていく。いやただここでブレーキング並びかけていった、並びかけ、おお後ろから A チームが大胆にショートカット。いやただこれ太田も負けてはいませんが、いやただこれはちょっと A チームは大きく失速する形になりました。そして後ろから大野町 e スポーツクラブの WRX が今背後に迫る。ああサイドバイサイドです。さあそして D ステーションレーシングと B チームがこれどうだ、スバルの B チームどうだ、これはブレーキング、いや軽さを生かしていきました。これでトップに浮上。さあ3周目トップが入れ替わりました。 D ステーションレーシングを伺っている。いやただここからの立ち上がりはインプレッサの方が一枚上手か。さあ並びかけていく、ここで S 字で並ぶのは危ないぞ。
さあ引くのか引かない引かない、どっちも引かない、あっと接触、スバルの B チームちょっと弾かれる形、そこを横をすり抜けていきました。 D ステーションレーシングがごっつぁんです。さあスバルのインプレッサーまた再びトップに立ちました。太田市 e スポーツ部がこれでトップに返り咲きます。いやただ D ステーションレーシング内側から株今行きましたよ、内側ねじ込んでいきました。さあそして序盤の方でちょっとミスがあった群馬県庁 e スポーツ部もここまで追い上げてきています。さあこれがブースト強、そしてスリップストリーム強の恐ろしさです。さあどれだけ順位を落としてもどこまででも這い上がってくるこのレース、ワンゲームオータもこれもう視界にはバッチリ捉えてきています。ちょっとチームオータだけが少し取り残されてしまっているような感じでしょうか。それでもまだ9秒差です。差は縮まっています。さあそしてトップ争いはすいません、ここまで激化するとは思いませんでしたけども、 D ステーションレーシングは2番手。さあこの辺りはやっぱり実際のレースというところで戦略組み立てやはりさすがといったところでしょうか。いやただスバルの B チームが果敢に攻めていくぞ、インサイドに伺っている、どうかサイドバイサイドでこの 135R に入っていくが、いやーうお3台横並び、3台横並びだ。 BRZ が内側から仕掛けてくる、インプレッサー外側で耐えきれないか、いやでも戻ってきた。ここからの立ち上がりのスピードはどうか、 BRZ よりは少しスピードが伸びる。 D ステーションレーシングが思わずごめんなさいハザードを焚きましたけれども、スバルの B チームがここでトップに立ちました。いやーこれでインプレッサーはたった1つのコーナーで順位を3つ下げるということになりました。 BRZ123 体制、さあスバルの B チームがこれは逃げていく、スバルの B チーム今久保田選手が運転してますからね。さあ後ろから D ステーションレーシングですが、さあどうでしょうか、太田市 e スポーツ部のインプレッサーがラインを変えて後ろから4番3番手を伺っている、外から仕掛ける中 D ステーションレーシングちょっとリアが流れた、スバルの A チームがここは伺いますけどもこれは前に出れません。その後ろからこれ太田市 e スポーツ部のインプレッサー並びかけてこれ前に出ました。さあスバルの3台の中に1台だけプレッサーが入り混じる形になりました。そしてじわりじわりと不気味に近づいてきています。後ろのから大浦町 e スポーツクラブの WRX が近づいてきています。前がバトルモードですからどんどんラップタイムは落ちていきます。さあこれはチャンス、これはチャンスです。さあレースは間もなく4周目、さあここで各社が続々とピットに入っていく。さあここから2人目のドライバーへと変えていきます。さあタイヤはおそらく変えないでしょうし燃料補給もなくドライバーの交代だけ。さあ今シートの方が慌ただしくドライバー交代のタイミングを迎えています。大急ぎでヘッドセットを付け替えてというところで、さあアクセル全開でコースへと飛び出していく。さあこのドライバーの入れ替えがあるというところもこのオフラインイベントの一つの魅力でもあります。さあまあ大方これこうピットインする前の状態と変わらない順位で戻ってきてますか。少し大田市 e スポーツ部のインプレッサーが離されるか、スバルの A チームもちょっと距離が空きました。ちょっとこれピットインのタイミングでロスがあったかもしれません。さあ BRZ 同士の対決、おここで D ステーションレーシングがピットインのタイミング、ピットアウトのタイミングでここでトップに出ました。さあ予選タイムは最も速かったこの D ステーションレーシングが5周目ドライバーを変えまして野島選手にバトンタッチをしたところで早くもトップに立ちました。いやただインプレッサーが来ています。ブースターありのインプレッサー非常に怖い、馬力が40馬力違います。ストレートスピードでいうと軽く20キロぐらいは変わってきますんで、さあこれストレートまでに食らいついていければインプレッサーにも勝機がある。いやただ後ろではスバルの A チームがしきりにラインを変えながら今か今かとそのタイミングを伺っていますけど、 B チームが場所を揺さぶっていったぞ。さあ至近飛び込みはどうか、いやここはうまく D ステーションを抑えました。そして後ろでは太田市インプレッサーがちょっとラインをはみ出してしまいました、コースをはみ出していってしまいました。さあこれで再びスバル BRZ が1、2、3スバル、すいません全部スバルなんでスバルって言ったらいけないですね。さあ BRZ が3台トップ3を固める形になりました。このままいけば表彰台は BRZ が独占です。さあ D ステーションレーシング、ここから差を広げていけるかどうか、おそらく普通にやり合ったらきっとここから D ステーションレーシング逃げるんだと思いますが、何度も言います、ブーストが強いですので簡単には逃げさせてもらえません。後ろからスバルのワークス体制の2台がじわりじわりと近づいてきています。さあそしてこれピットインのタイミングでですね、5番手以降ももうこれワンパックです、完全に連なってきました。さあこの5番手以降です、そうです、この群馬県庁 e スポーツ部を先頭した集団がこれ1つ2つに分かれてたんですけれども、このピットインのタイミングで、さあちょっと太田市 e スポーツ部インプレッサーが伸びがちょっと険しくなってきたが、後ろから来る群馬県庁 e スポーツ部の方が勢いはややありそうだ。そしてワンゲームオートが仕掛けていった、大浦町 e スポーツクラブの WRX に対して
ここはスバル WRX 対決、唯一車重が重たいこの WRX 同士で今6番手争いが加熱している。さあここでワンゲームモーターが前に立ちました。大野町 e スポーツクラブの前に出ました。さあただもうこれドッグファイトです。 D ステーションレーシングの真後ろぴったりつけて外側から仕掛けていくのか、スバル A チームはどうか、外側からの仕掛けは厳しいか、あまりこうラインを入れ替えしているところ後ろからレコードラインで B チームが来てしまいますから、あまり仕掛けの仕掛ける回数を増やしていくというのはあまり得策ではありません。いやただもう完全に群馬県庁 e スポーツ部はこの集団に追いつきました。なんと8台エントリー中7台がトップ争いをするという異常事態が起きています。京都ドライビングパーク山際、大谷がちょっと走りとしては苦しいか、やはり1人大きな着ぐるみを着ているという以上ちょっとこれは厳しいかも。アクセルとブレーキのこの同時踏みというところがちょっと先ほどの練習ではありましたけれども、ちょっと厳しいところがあるかもしれませんが、ぜひとも頑張って追い上げていきたいところ。さあそして、ああと後ろで1台飛び出してしまったが、ワンゲームの車両でしょうか。ああただコースに戻ってきました。あそしてあれスバルの B チームが遅れている。これは何があったのか、ちょっと混乱があったでしょうか。あと1台壁に大きく接触、ウォールにヒットしてしまった。いやーこれは優勝争い2台に絞られましたがでしょうか、どうでしょう。 D ステーションレーシング、ここでいやただこれ A チームが並びかけてきます。いやサイドバイサイドで立ち上がっていく、ブーストとスリップストリームで若干これ A チームの方が伸びるかどうか。さあただコーナーに対してはこれ第1コーナーに対しては有利なインサイドにいるのは D ステーションレーシング、ブレーキングで並びかければというところですけれども、どうでしょうか。いやサイドバイサイド2台横並びで立ち上がっていくが、若干スバル A チームの方が若干優位か。うわそして後ろではさらにバトル勃発、少し接触を交えながらというところで、さあ全くレースの展開分からなくなってきました。先ほどまで上位争いをしていたスバルの A チームが、スバルの B チームですね、スバルの B チームがいつの間にか後続の集団に埋もれてしまうという事態もありましたので、これは全く先の展開読めません。さあインプレッサが再び上がってきたぞ、太田市 e スポーツ部のインプレッサが上がってきた。いやただちょっとここはやっぱり 4WD 少し曲がりにくいところがありますでしょうか。さあレースは7周目もう終盤です。残すところあと1周半というところ。いやただこの辺りスバルこの D ステーションレーシングとスバルのこのワークチームはもうレコードラインを突っ走っていきます。縁石を大胆にカットしてなるだけ最短距離をというライン取りですが、後ろから太田市 e スポーツ部のインプレッサが来た。紫色のインプレッサ、いや2台まとめてごぼう抜きか。いやここは1台まず D ステーションレーシングを料理していきました。これで2番手。さあ BRZ のワンツー争いの中に1台割って入る形で太田市 e スポーツ部のインプレッサ、そしてワンゲームがこれ再び7番手ということで、チームワンゲームが7番手ということになりましたが、ただ前にもう大浦町 e スポーツクラブのマシンは確実に捉えています。さあそして2番手争いですが、 D ステーションレーシングとあとは後ろから太田市 e スポーツ部のインプレッサ、ここはもう1周目からずっとバチバチにやり合っている。そしてこれスバルの B チームが果たして追い上げ間に合うかどうか。そしてスリップストリームから抜け出してインプレッサが伸びてくる。さあ最終ラップ3台ですか。いやただ後ろから群馬県庁 e スポーツ部のインプレッサも追い上げてきている。1台のカメラに収まっています。さあまず最終ラップの1コーナー、スバルの A チームが制する形になりましたが、いやこれどこからでも仕掛けられるぞ、かけられるぞというところ。 D ステーションレーシング真後ろぴったりと張り付いている。さあ上りの S 字、ここはインプレッサが得意な区間、 4WD ターボの底力 BRZ に食らいついていく。ここはやっぱりトルクの差でインプレッサの方が若干有利か。そして D ステーションレーシング並びかけていって3ワイドになるのか。太田市 e スポーツ部がちょっと割って入ろうというところ、少し接触。いや D ステーションレーシングここインサイドでブロックラインで守りました。さあそして群馬県庁 e スポーツ部が来た。インプレッサ対決だ。青いインプレッサ、そして紫色のインプレッサが3番手争いを演じている。いやお互いにやり合っている。もうこれどっちも譲らない状況です。さあこのブレーキング勝負はどうか。おお群馬県庁 e スポーツ部の方が前だ。青色のインプレッサの方が前に出ました。いやこれは決定的な差になりましたでしょうか。さああとは前を行く2台を捉えるのみということになりました。ここのインプレッサ対決は群馬県庁に軍配。
さあ、あとはこのスバル A チームと D ステーションとの戦いに絡めるかどうかというところ。さあ、ここはビッグブレーキ、 D ステーション内側から仕掛けていく。ちょっとあーっと後ろで巻き添えを食ってしまったか。後ろ群馬県庁 e スポーツ部がこれ大きく後退。いやー、これはもったいない。大浦市、大浦町 e スポーツ部はこれ便乗して順位を上げていこうかというところ、一つ混乱がありましたがどうか。さあ、そして優勝争いはデッドヒート、テールトゥーノーズ、マシンを外に振った D ステーションレーシング。さあどうか、クロスラインを仕掛けられるか。グリーンの D ステーションレーシング、ちょっとスバル A チームはリアタイヤがきつい。さあ、ホームストレート横並びで立ち上がってくる D ステーションレーシングか、スバルワークスか、どっちだ、どっちが前に出るんだ。コンマ1秒わずかにスバルチームの方が若干前か。もう一度スリップに入って抜き返そうとする。どっちだ、完全横並び、前に出たのはスバル A チーム。 D ステーションレーシングわずかに届きませんでした。3番手にはなんと一時期7番手まで交代していたワンゲームオータが乗り込んでいます。そしてスバル B チームが4番手、群馬県庁 e スポーツバーは最後ちょっと混乱揉まれまして5番手フィニッシュ。そして2番手争いを演じていたこの太田市 e スポーツ部のインプレスも6番手ということで最後レースを終えました。さあ、終盤 4WD 勢インプレッサ、そして WRX 同士のこの接触とか混乱があったところをうまくくぐり抜けていきましたけれども、そしてチームオータンが8番手ということになりました。いや、最後まで手に汗握る展開でしたけれども、まあ今回ブーストが強いということで D ステーションレーシング、スリップストリームもう一回張り直しましたがわずかに届きませんでした。コンマ1秒を切るデッドヒートでありました。さあ、見事優勝は D ステーションレーシング、坂本選手そして野島選手ペアでした。おめでとうございます。失礼しました、スバル A チームでしたね。はい、スバル A チームの、堤野選手と前見選手が優勝ということになりました。おめでとうございます。さあ、非常にデッドヒート、1周目からスタートダッシュ太田市 e スポーツ部が抜け出す形になるかと思ったんですが、その後いやいや BRZ 同士のドッグファイトを演じましたスバル A チーム、そして D ステーションレーシング、先ほど、はい、優勝チームちょっと言い間違えて失礼しましたけれどもスバルの A チームが優勝ということになりました。はい、岩波選手、岩波さん実況大変お疲れ様でした。はい、ご乗車ありがとうございました。最後まで本当に見応えのある実況で、最後まで本当にね手の汗握るということでありがとうございました。ありがとうございます。レースに花を添えていただきました、ありがとうございます。はい、そして選手の皆様大変お疲れ様でした。お疲れ様です。見事1位に輝きましたのは岩波さんの実況にもありましたけども、スバル A チーム前見選手、堤野選手ということになりました。おめでとうございました。おめでとうございます。それではこれより表彰式を行います。優勝カップ本来でしたら清水市長や金子町長にお願いしたところですが、あいにく公務が重なっているということで、株式会社スバル荻野群馬製作所長より贈呈いただきたいと思います。お願いしてもよろしいでしょうか。はい、おめでとうございます。はい、ということで今荻野製作所長からチーム A の前に堤野選手に渡されました。この優勝カップは、まあ、初代ということで、これから2回、3回とリレー形式で受け継がれるということですよね。はい、今後群馬東毛 e スポーツカップでいろんな e スポーツタイトルをやっていくので、うん、ここの優勝旗のようにつないでいっていきたいと思います。はい、はい、見事にこの胸元で輝いている、さんさんと輝いている優勝カップ手にしたのは、はい、地元スバル A チームということになりましたが、まずはでは前見選手からお話伺いましょうか。はい、まずセカンドロー3番手スタートでしたよね。どんなまずこのスタートでどうやっていこうというこのレースの考え方なんていうのはあったんでしょうかね。そうですね、まあ、ブースト目標ということで、はい、まあ、後半まで、トップ集団についていければ、はい、こう最後混戦の中こうトップを目指せるかなと思っていたので、それが実現できてよかったです。あの4台でもテールトゥーノーズって、ね、もう本当に激しいバトルでしたけども、抜け出した要因っていうのはどういうところにあったかと思いますか。
そうですね、まあ、展開として、インプレッサが非常に直線が速くて、はい、まあ、BRZ 勢で3台追いかけるみたいな形だったと思うんですけど、はい、そこのやっぱりインプレッサの前にいないと最後はちょっと勝負にならないかなと思っていて、うん、そこの最終ラップのところで前に出たっていうところが勝因だったのかなと思います。なるほど、最終ラップでということですね。ではマイク、あの堤野選手を渡していただいて、堤野選手はこのまず優勝と決まった瞬間のお気持ちはどうだったでしょうか。いやでも良かったです。その皆さんめちゃくちゃ早いんで私そんなに上手でもなく、いやでも大きな事故もせず、まあ、ちょいちょい接触はあったんですけど、はい、いやスピンとかなくて、はい、綺麗にレースを終えれて良かったです。もう本当に名だたる強豪で、本当に最後まで、ね、優勝なるか分かりませんでしたけど、他の選手と戦ってみていかがだったですかね。いやもう同じ車とは思えないぐらい差が出るんで、はい、本当に e スポーツって本当にスポーツだなと、はい、感じましたね、はい。そして群馬製作所荻野所長を目の前にしての見事チェッカーフラッグ優勝ということになりましたけど、その点についてはいかがですか。いや本当に勝利を手にできてよかったです本当ほっとしたね、力になったんでしょうね。ね、ほっとした表情という感じですが、荻野所長本当に目の前で優勝を掴んだ時どんなお気持ちでしたか。荻野さんは第1回目ですんでね、これ歴史刻みましたから、よかったと思います。ありがとうございます。おめでとうございます。はい、本当面目を保ったという感じもしてますけど、これからまあ、ディフェンディングチャンピオン2回目3回目とこの王座を守らなければいけない立場になったということですけども、最後にでは真由美選手、この次回以降の、意気込みを伺えますか。はい、そうですね、まあ、次回、まあ、開催されれば、していただければですね、またこのトロフィーを持ち帰れるように頑張っていきたいと思います、はい、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。またぜひ ご参加ください。はい、では堤野選手もお願いします。まあ、次回以降も、まあ、開催されればぜひ、ここでスバルで、スバルが再び優勝するというような、形で、2回目3回目と、続いていければなと、思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ワンゲームももっと頑張って勝ちたいと思います。そうですね、もう皆さんこれで1回目どんなレースかっていうのはもうほぼ体感できたと思いますので、はい、これから2回目3回目に向けてぜひしのぎを削っていただきたいと思います、はい、では改めて優勝したスバル A チーム真由美選手、堤野選手にもう一度盛大な拍手をお送りください。おめでとうございました。おめでとうございます。はい、参加チームの、ね、皆さんにもちょっとお話を伺いたいところなんですけれども、はい、あいにくお別れの時間ということになってしまいました、はい、本当にチームね、はい、皆さんでワンチームで作り上げた e スポーツイベント、初の統合、初の見事なイベントとなりましたけれども、周、はい、さん、いよいよ終わりをこう迎えようというところですが、どうですか、今。いや本当、ずっと最初から最後まで、みんなが熱い思いで、でもって、みんな緊張して、うん、初めてということで緊張してて頑張ってて、本当に自分も緊張しました。ですが本当にそれと同じくらい大事な経験をさせていただいたと思います。ワンゲームの他のメンバーも同じ、みんな同じ気持ちだと思います。私たち障害を持っているものは、まあ、どうしても社会に取り残された気持ちがあるんですね。ですがこうやって垣根を越えて町の皆さんと、そしていろんな会社の皆さん、行政の皆さんと交流が持てて、生きててよかったな、この町で暮らせて本当に良かったなと実感することができました、はい、また冒頭に申し上げました通り、企画段階からご協力いただいた株式会社スバル様、株式会社ネクサス様、たくさんの応援の言葉をくださったスポンサーの皆様、ご登壇いただいた清水市長、金子町長、荻野群馬製作所長、バックアップしていただいた行政の皆様、そして準備の段階から積極的に参加いただいた選手の皆様には本当に感謝しかありません。再度この場をお借りしてお礼申し上げます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。
本当に周さんも長丁場でしたけど本当にお疲れ様でした、うん、吉田さんもご協力いただきありがとうございました、はい、周さんのおかげで無事この大団円を迎えることができましたけれども、はい、東毛地区で初めての e スポーツイベント皆さんいかがだったでしょうか。最後までお楽しみいただきまして本当にありがとうございました。ありがとうございます。これからこの群馬県東毛地区からこの e スポーツイベントに限らずさまざまなイベントで元気魅力を発信してまいりたいと思います。ではまた次回お会いできることを楽しみにしてお別れしたいと思います。それでは皆さんまた次回お会いしましょう。さよなら。また次回さよなら。待ってます待ってます。